こんにちは、大里洋服店と申します、パンツの前ファスナーのこれ飛び出た部分、があります。これを職人用語で天狗の花と呼びます。でこれ何のためにあるかと言いますと、このウエストとこのボタンで留めまして、しっかりとウエストを固定します。ここの前間に負荷をかけないっていう役割があるんですね。でもしここで、ちょっときついわと感じるようでしたら、このパンツのサイズ、ウエストサイズが小さいということになります。この形様々なんですね。こういう形もあります。これらの手の天狗の役割なんですが、これパンチリーナと言います。別布で、ここをとに留めまして、お腹周りをしっかりと固定します。こういう天狗の花の役割についてでした。以上です。